皆さんこんにちは、ミニチュアピンシャー4歳の男の子アイビーとアイビーのためにドッグトレーナーの資格を取ったナナです、今日なんですけれども、昔やってめちゃくちゃ結構好評だった飼い主が死んだふりして生き返ってみたらっていう動画あったと思うんですけど、ちょっとねあれからもう4年近く経ってるので、さすがにねアイビーの反応変わってるんじゃないかということで、ちょっとまたね死んだふりをしていこうかなと思います。ということでちょっと前回のねバージョンとアイビーちゃん今ここにいるんですけど、ちょっと近い感じでねやっていこうかなと思います。こんな感じで画角がねほんとね、もう一回死んだふりしちゃうと動けないんで、私もこんな風に前と同じように、まず1回目がこうやって携帯を触ってますと、携帯を触ってたらシュ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 、なんか始まるのかな、撮影かな、うん、あびっくりした、どうしたどうしたどうした、何が起きたんだ、どうした、大丈夫かな、ママ大丈夫、どうせまたいつもの死んだふりとか遊びだと思うんだけど、位置をこうやって慰めておこうと息してんのかな、あれ大丈夫でしょ、ほら遊びでしょ、ねえもうやめてよ、もうそういうのいいからさ早く起きて、もう僕卵ボール食べたいんだよ、とりあえず起きてよママ、おいあれあれあれ動かねえな、おかしいな、今日どうしたのかな、ねえねえほらほらくんくんくん、僕のことを舐めてんのかな、起きてよ、ねえあれねえちょっとちょっと早く起きてよ、こうなったら僕があれやるしかない、そう息の根を僕が止めてやるんだ、こうするとほらどうだ、息できねえだろ、息できねえだろ、息できないだろ、起きてってば、もうね早くもういいかなさ、そういうの、おいほら起きてよ起きてよ、ねほらちょっと口ペロってしてみようと、あペロッ、あペロッてしてくれたねありがとう、もう本当に冗談きついよ、そんなやめてよ、もう僕びっくりしちゃったよ、ねえちゃんと起きて、もう僕そういうことして騙さないでね、分かったか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 、僕いい子にしてたからちょっとおやつちょうだいよ、おやつくれるかな、おやつくれるの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 、うん、あれ動画もしかしてもしかしてこれカメラやん、カメラ回ってんやん、もうドッキリとかそういうやつでしょ、またもう動画のために僕ドッキリかかっちゃったよ、いい子でした。じゃあちょっと今回はですね、前回豆を食べてて詰まっちゃうっていう話だったと思うので、ちょっとまたね、ちょまたなんかやるのかな、もうカメラ回ってないよね、もうカメラ撮ってないでしょ、あ終わったからおやつか、おやつ食べたい、僕も食べた、あ、うーし、もうほんとおいしいな、あれ、なんでママ食べてるの、僕にもちょうだい、もっとちょうだいよ、いいな、そんな、なくなっちゃう、なくなっちゃう、それ僕のだから食べないでよ、なくなっちゃうよ、どうした、どうしたの、何やってんの、大丈夫、それどころじゃなかった、ママを起こさなきゃいけない、どうしようどうすればいいんだろう、なんとか助けなきゃ、どうしようかな、ねえねえねえ起きて、聞いてる聞いてる聞いてる、もう本当に全然起きないな、ねえまた死んだふりでしょ、僕ここにいるよ、早く目覚ましてよ、どうしようかな、ねえ起きて、どうしよう、ちょっと息確認しようかな、あー卵ボール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 じゃなかった、どうしようかな、あーどうしようかな、誰か来ないかな、助け来ないしな、どうしよう、どうすればいいんだろう、僕こういう時困っちゃうんだよね、僕は一人で一体どうすればいいの、こんなままどうすればいいの、分かっとけばいいのかな、あ卵ボールがあるぞ、いかんいかん、卵ボールをこのママが見ない間に食べようとしちゃったけどダメだ、とりあえず僕横になっとこう、あれ動いた動いた、なんか動いた気がする、ねえ動いた動いた、生きてる生きてる生きてるでしょ、ねえほらもう息の音
音聞こえてるのかな、起きてってペロってしたでしょ、ほら起きてね、これいつものでしょ、またどうせカメラとか回ってるんちゃうの、ねえほらもうやめてよ、もうマジドッキリとかマジやめて、もう僕本当に騙されやすいんだからさ、ねえやめてよ。やばい、もうなんかうっすら目開けたらさ、アイビーが真剣な顔してこう除き込んでかわいいよ、先輩してくれてありがとう、アイビー今も昔も心配してくれるの、ありがとうね。当たり前じゃないか、だって僕知ってるもん、ママこうやって卵ボールすぐくれるからね、僕そりゃ心配するよ、僕卵ボールもらう人いなくなっちゃったら大変だからね、死なないでよ、もうそういうのほんとやめて、もうドッキリとかいいからね、もういいからね、もう僕騙されないから、もう僕は騙されないぞ、しいですね、よしじゃあちょっとこれで遊ぼうかな、あびちょ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 、これでまたベッドの上、あそれでね、はいはい、よし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 、また始まったよ、もうこれ騙されないって言ってるのにな、なんかやるの、ねえもういいからさ、ちょっともういいや、一人で遊んでようと、もう一人で遊んでようかなと、あれでもなちょっとつまんないな、卵ボールくれないかな、もう絶対またうーって言って起きるでしょ、ねえ起きるんでしょ、うーとか急に起きるやつでしょ、わかったぞ、もう僕は騙されないぞ、そんなに僕騙されないからな、ねえほら動いてるでしょ、ほらちょっと手が動いてる気がするもん、手が動いて、うんちょっと心配になってきたな、本当に本当の本当に、もしも死んでたらどうしようかな、もしもママがいなくなっちゃったらどうしようかな、卵ボールをもらえないしな、ちょっと心配しとくか、僕がちょっと心配したら、心配したらすぐ起きるはずきっとね、うんそうだな、僕ちょっと心配するふりだけしとこうかな、ねえもうほら起きて、はいはいはい、もうこれでいいでしょ、もう僕ほら来たよ、ね起きてって言ってるでしょ、ほら僕ここにいるからね、心配してあげてるよ、ねこれで起きるでしょ、ねほらほらもういいからさ、それドッキリでしょ、ねほらもう起きてって言ってるじゃん、ねえかまってよ、もうそんなのいいから、死んだふりいいから、はい起きて、ねかまってよ、ねママほらほら起きて起きて起きて、あほら起きたような気がするので、アビーも賢くなったんで、次で最後にします、次があの銃でちょっとこう撃たれてこう倒れるシーンやって、その後ちょっとしばらくして生き返りますということで、生き返ったらどうなるかですね。No! Are you kidding me? なんか始まってるぞ。 No! Stop! Okay? どんどんじゃ、なんか今回のはすごい激しかったけど、またドッキリでしょ、ねえもういいからさ早く起きてよ、僕知ってるもん、僕知ってるもん、ねえほらほらあれもういいよ、ねえどうせいつもなんでしょ、これわっとか言うでしょ、ねえちょっとどうしようかな、これどっか動いてるはず、多分どっか動くよ、これ絶対どっか動いてると思うからな、ねえほら起きてるでしょ、あれあれれ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 、もしかしてもういいや、僕もう騙されないもん、僕はもう騙されない、僕だってそんなバカじゃないもん、あれねえほら起きたでしょ、あれん起きたでしょ、ほらねえもうやめてよそういうのは、ねえどっちやめて、ねえあれねえ、なに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 、今度は何のごっこしてるの、ねえ僕どうすればいいかわからないよそれ、ねえちょっとねえほらほら僕どうすればいいのそれ、ゾンビと戦えばいいのかな僕戦えばいいのかな、僕そういうの出会ったことないからわかんないんだよね、どうすればいいんだろう、面白いや、嫌だよもうちょっと口臭いからやめて、ねえねえ僕も好きだから、ねえ僕もそれやればいい、僕もそれやればいいのかな、ねえやるよ僕もそうやれば、僕もゾンビになる、アビゾンビに食われちゃうよ、あ
ちょっとこいつ歯磨いたかな。もう何するのね。僕もゾンビやればいいの。僕もやってるよ。僕も真似してるよ。ねほら、僕もゾンビやってるから怖いでしょ。僕もゾンビになっちゃったよ。かわいい。あゆみちゃん、君はゾンビに食われてでもママのことが好きなの。ねえ、ゾンビになっても好きでしょか。来てくれるの？ゾンビになっても気が付けてくれるの？やばいね、この絆はね、あゆみ。4年前よりもね、強くなったね。ねえ、この絆はね、すごい。4年前よりもかなり絆が強まってるんじゃないかなと思いました。はぁ、ってきまー、嬉しいよ、アビちゃん。アビちゃんの目なら何度でも生き返るよ。いやー、ほいかー、かわいい。